これを売ってください。これは売りません。今すぐ売ってください。今は売りません。ご迷惑をおかけしております。納車まで今しばらくお待ちください。休みの旅車です。どうぞよろしくお願いします。今いる場所は北海道札幌市北区 JR 学園都市線愛の里教育大駅を最寄りとする札幌ニュータウン愛の里にいます。これからの行き先はここから車で5分ほどにあるフィアットデュカトキャンピングカーも取り扱っているショップに行ってみます。そこで在庫検索してみるとサンライトクリフ600が東亜モータース札幌スポットにあるではないですか。早速見せてもらいに行きます。事前の電話段階でクリフ600は店の展示車で販売ができない旨は聞いております。確かに展示車がないとキャンピングカーショーや店頭で多くの方々に見て触れてもらえなくなりますよね。欲しいと思ったらやっぱり現物を見たいですよね。そんなこんなで訳ありな貴重なフィアットデュカトキャンピングカーサンライトクリフ600を紹介させていただきます。輸入キャンピングカーに興味をお持ちの方、購入を検討される方は、ぜひ、見逃さず最後までご覧ください。なんとなく、見てみたい方も歓迎いたします。それと先に伝えておきますが、国際輸送コストの高騰により、売上高物流比率が増加による車両価格への影響も懸念されます。とは言っても2022年モデルもすでに昨年から受注しているそうですので、行動はお早めにどうぞ。この動画が皆様の夢を現実にするお手伝いとなっていただければ幸いと願っております。こちらのステージアップ札幌さんは東亜モータースさんの取扱い欧州輸入キャンピングカーをはじめとして北米輸入キャンピングカー、国産キャンピングカーと幅広く扱っており、経験豊かな技術と知識で安心気取らず普段着で行けるような身近なキャンピングカー屋さんといった感じで、私のような購入点が違っても親切丁寧に接していただきました。 CS は良好でした。ありがとうございました。それではご案内します。車両名はフィアットデュカトサンライトクリフアドベンチャーエディション600特別仕様。車体色は個性際立つブラック仕様のみ。製造はドイツのビルダーデスレフ社になります。全長 5,990mm、全幅 2,050mm、全高 2,650mm。 エンジンは直列4気筒 2.3L ディーゼルターボ、最高出力160馬力、トランスミッションはトルクコンバーター式の急速オートマチックで、滑らかかつ力強い安定した走行フィーリングを実現しています。フィアットアシスタンスパッケージとして衝突回避支援システム、車線逸脱警報システム、道路速度標識の認識支援、雨滴感知センサーワイパー、オートヘッドライトなどの安全支援システムも備わっており、安全運転をサポートしてくれます。リアは大きく開放できる観音開き、ベッド下には大変大きな収納スペースがあります。キャンプ用品をはじめたくさんのアウトドアグッズを気兼ねなく放り込んで、休日はアクティブに過ごす、そういうのもいいかもしれませんよ。ここにはプロパンガスボンベ8キロを2本詰めるようになっています。万が一のガス漏れが発生しても安心なようにシールドが施されており、室内を通さずに漏れたガスを車外へ放出できる換気口もあり安心。リアのアクリル窓を開けてみます。両サイドのアームに無段階ストッパーがあり、角度がお好みに調整できます。網戸とシェードがあり心地よさそうです。使用上の注意点があります。アクリル窓を開いた状態で扉を大きく開くと、車体とアクリル窓が干渉して破損の恐れがありますので、お気をつけください。ベッドマットのこのちょっとした切り込みがドアハンドルの操作性を良くしています。
トイレは外部へ直接抜き出せるカセット式、処理と清掃においても優れており、持ち運びもキャリーバッグのように伸びる取っ手で直接持たずに引いて歩けます。アドベンチャーエディションは 375cm のブラックサイドオーニングが標準装備。コックピットに潜入します。グリップがしっくりなステアリング、さすがヨーロッパ車。スピードメーターは 200km まで表示。アウトバーンでは時速 170km 巡航の動画もあるくらい実力があるようです。両脇にアームレストを装備し、レザー張りの固めなホールド、良いドライバーズシートは贅沢の極みでしょう。補助ブレーキは結構下についているので、意識してブレーキ解除をしないと警告アラームにびっくり。私の経験ですが、この車、見かけ以上に燃費がよく給油満タンで 1000km は走っちゃいます。グローブボックス、サブ電源関連、大きく開口するスライドドア、目の前に広がるナチュラルテイストなリビングルーム、網戸を閉め、そよ風と自然に包まれ、一杯のコーヒー、くつろぎと幸せなひととき、あなたはどなたと過ごしますか。 DC12V、ワンウェイ、90リットル冷蔵庫、冷凍庫も内蔵。このように出入り口にあると屋外調理の場面ではこの上なく便利。一歩車内に踏み込むと驚きの空間アートが広がる。正面にはダイネット、中ほどにはトイレシャワールームとギャレー、さらに奥には大人2人が余裕のダブルベッドが配置。欧州輸入バンコンとしては定番となるレイアウト。家具は洗練されたデザインと淡い色を基調とし、モダンなヨーロピアンを演出しています。ドライバー席を除く全ての窓はスモーク色のアクリル二重窓を採用され、断熱効率が高い上、結露防止もされている。もちろん網戸で快適空調ができ、シェードでプライベートをしっかりと守ってくれる。LED スポットライトはダクトレールを使用しているので取り外しが自由。お好みの場所に付け替えが可能。また USB コンセントもついて、他の増設も可能かと思います。使う人の工夫でさらに快適になりますね。ベッドに取り付けて2人それぞれの読書灯に使うのも良さそう。マルチルーム、正面にはワンプッシュ電動水洗カセットトイレ、右手側は大きな鏡を持つおしゃれな洗面ドレッサーがあり、蛇口を引き出すと温水シャワーに変身。ヨーロッパでは日本とは入浴事情の違いもあり、実際に使えるトイレ、シャワー施設になっています。全体的に白を基調とした明るく清潔感にあふれた感じがします。クリフの特徴ともいえる収納スペースの多さ。シャンプーやフェイスタオル、バスタオル、各自取り分けて入れられるのもいいかも。シャワー使用時はナイロンカーテンで壁を濡らさないようになっており、シャワーヘッドのすぐそばにタオル掛けもあり便利。自然通気のルーフベントは上下、前後、左右に開放ができ、上手な換気ができる工夫があります。もちろん網戸もあるので安心。壁にもアクリル二重窓があり、シャワー使用後の除湿に役立ちます。それと窓は乳白色で外からは見えないようになっているので、プライバシーは守られます。念のためサンシェードもついています。これは手の届くところにある帽子掛け、コート掛けに便利かも。
ここにも USB コンセント。次はギャレーキッチンを見ましょう。手前から広めの調理台、大きめの2口コンロと温水混合線のあるシンクが並んでおり、簡単な調理には十分かと思います。オーバーヘッド収納に加え、シンク下の棚も充実していて、ウィークリーマンションのキッチンと遜色ない作りになっております。収納スペースが豊富にあり、長旅にも対応できますね。関連で説明が漏れておりました。水回りは給水100リットル、排水90リットルになっています。国産キャンピングカーの多くは給水20リットルが多いかと思います。もちろんヨーロッパ車と同じく90リットルの給水タンクを備えたキャンピングカーもあります。クリフを含めヨーロッパのキャンピングカーはトイレの別給水タンクを持たず、一つの給水タンクで水回りを完結しています。お出かけの準備も一手間の給水で済むのが助かります。ダイネットに戻ります。頭上の大きなサンルーフ、全開放がとても清々しい風通しで気持ちがいい。網戸で虫の侵入も大丈夫。窓全部のサンシェードを閉め、外からのプライバシーを守る。そんなシチュエーションの際もこの天窓からの光だけで車内は十分に明るく照らしてくれます。ドライバーズシートを回転させます。手順はシート脇の回転ストッパーを外してくるりと回します。場合によってはステアリングに当たる場合があり、その時はシートを前後させて調整します。慣れると苦になりません。長時間腰掛けていても疲れにくい程よい硬さのシート。シート自体が大きくできているのでしっかりと座るものを包み込んでくれます。テーブルは二重構造、隠れた天板をくるりと回し広々テーブルに変身。お好みの位置に調整。なんとも機能性を兼ね備えたおしゃれでヨーロピアンなダイニングスペースの出来上がり。テーブルの回転にはこちらを引いてロックを解除。取り外しは手前を持ち上げるだけで外れます。取り付けは逆の手順で。床下収納が2箇所あります。フロントスペースにキットを組み立てると、長さ 185cm、 幅 87cm の大人用のベッドの出来上がり。ご安心ください。マットもついています。まとめとして、フィアットデュカトのバンコンは基本2名での快適仕様に設計されている。バンコンでありながら FF 駆動の低床がもたらす室内と多彩なシートアレンジがウォークスルーを容易にし、大人が立って移動できるゆとりの室内。国産車でいうと車内はキャブコン、取り回しはハイエースバンコン、パッと見とハンドリングはミニバンといった表現で良いかと思います。国産車との最大の違いは機能性とおしゃれの融合、実用性ある小さなモーターホームといっても過言ではないと私は思います。最後まで見ていただきありがとうございました。デュカトキャンピングカーに乗っているからわかることをお話ししました。一つでも心に残るものがありましたら高評価とコメントをお待ちしております。
チャンネル登録がまだの方は登録もお願いします。では、また次の動画でお会いしましょう。